この動画はDigiKeyの提供でお送りします。こんにちは。普段ネットサーフィンをしている時にDigiKeyのウェブ広告を見かけます。DigiKeyの広告結構面白くて、見た目からして謎の部品ややたらかっこいいモジュール部品なんかいろいろあったりします。今回はそんな広告の中で見つけた面白そうな部品をいくつか購入してみました。で、実際こちらに届いたわけですが、それらがどんな部品なのかを実際に見ていきます。今日買った電子部品は全て概要欄にありますので、興味のある方ぜひチェックしてみてください。では部品を早速チェックしていきます。まずはこちらの商品です。広告画像はこちら。結構よく出てくる広告画像ですね。こちらの広告画像、もう何十回も見ています。こちらはパルストランスフォーマーです。実際に届いた商品はこちらになります。部品の表側から見てみるとよくある IC 部品です。ですが、こちらをですね、このように裏返してみると、中身に変圧器のコアとチョークコイルのコアが入っています。左の商品のように綺麗に並んでいるものもあれば、右のように結構ですね、雑然に収められているものもあります。特に右の商品について、この広告の画像がたまたま雑に並んでいるだけかと思ったのですが、実際の商品でも似たような部品の入り方でした。この並び方でも問題ないのかなといったところですね。左のパルストランスフォーマーは高さ控えめですけど、フットプリントが少し大きくなってしまいます。右のパルストランスフォーマーは高さはありますが、フットプリントの面積は抑えられています。ちなみにこちらの商品がどのように使われるかですが、イーサーネットの部分を電気的に絶縁するために使われます。中に変圧器のコアが入っていますからね、電気的に絶縁が可能です。実際のパルストランスフォーマーの波形を見てみるとこんな感じです。プロービングと信号源の接続が良くないので、このようにオーバーシュートとリンギングが出てしまっていますが、問題なく信号の伝達はできています。ちなみに今 1MHz の信号を入力していますが、こちらをさらに低い周波数にしていくとこのようになってしまいます。はい。このような波形になってしまうのは、この中に使われている変圧器が自家飽和してしまっているからです。ちなみになんで裏面に蓋をつけないんだろうっていうのは少し気になっています。蓋をつけると製造の工程が1つ増えるので、安く仕上げるために蓋なしでやっているのかなとか、そんな感じですね、多分。次はこちらの画像です。この広告はあまり見かけたことがないですね。見た目から推測すると電源モジュールか何かだと思います。なかなか見た目はかっこいいです。注文するときにデータシートを見てみましたが、絶縁型の DC-DC コンバーターでした。届いた実物がこちらです。裏面ですね。なかなかかっこいいです。フェライトコアが2つついてますね。このタイプの電源モジュールだとバイコーが種類豊富で有名ですが、こういったフレックスというメーカーもこのようなモジュールを出しているのは知りませんでした。こちらの DC-DC コンバーター、よく見てみると相当なハイスペック品であることが分かりました。入力は 36V から 75V まで対応、出力電圧は 10V 固定でした。 12V 出力品もあるみたいです。出力電力はこのサイズでなんと 250W、 かなり大容量ですね。効率を確認してみると最大効率 96% とかなり高いです。もう一度実物に戻ってきます。基板があって、その上に金属の削り出しヒートシンクがくっついています。こちらにフェライトコアが2つあります。こちらの基板自体かなり分厚い多層基板でできています。なのでプリント基板の銅箔で巻き線を作っています。データシートで回路構成を確認してみると、デュアルアクティブブリッジ方式でした。この回路構成はソフトスイッチングができるので、高効率な電力変換が可能です。最高効率 96% というのも納得です。実際に使ってみるとこんな感じで、はい。しっかりと 250W 出力できています。ただですね、こちら発熱が結構きついですね。このようにフルパワーで使っている状態で自然空冷ですと冷却が全く追いつきません。今フルパワーで数十秒しか使っていませんが、このように温度がですね、簡単に 70〜80 度超えてしまいます。この状態で長く使い続けると余裕で温度 100 度超えるかと思いますので、強制空冷が必須です。実験している最中もかなり熱くなっていたので、このように強力な空冷が必要になってきます。実際に負荷を取ってみるとこんな感じの応答ですね。この赤色が電流で黄色が電圧波形です。やはり負荷を取り始めると出力の電流というのは下がってきます。逆に負荷をですね、一気にゼロにするとこのように電圧が少し跳ね上がるような応答にはなります。ちなみに今回は評価用のプリント基板とか作っていないですし、プロービングもそこそこ適当です。なので製品本来の性能よりもかなり大きな変動が表示されるという風な結果になりました。次はこちらの広告画像です。これ何でしょうかね。見た目は3端子レギュレーターっぽいです。実際に届いた製品がこちらです。部品実装面、そして裏面を見るとインダクターのような部品が実装されています。製品のデータシートを見てもリニアレギュレーターとピン配置は同じと書いてありますね。実はこちらの製品と似たようなものは以前自作しています。概要欄に動画へのリンクがあるので興味のある人はぜひ見てください。この製品と3端子レギュレーターの違いを簡単に紹介します。3端子レギュレーターは入力電圧と出力電圧の差分が損失になります。中にトランジスタが入っていて、それを可変抵抗のように動作させています。一方で今回購入した製品は中身は DC-DC コンバーター、高圧コンバーターですね。高圧コンバーターは3端子レギュレーターと比べると非常に低損失です。ですが一つ注意点があります。それはパワー半導体が中でスイッチングしているのでノイズをかなり出すという点です。一方で3端子レギュレーターは高圧コンバーターのようなノイズは出しません。3端子レギュレーターをこちらの DC-DC コンバーターに置き換えても装置自体は動作するかと思います。ですが目的とする性能が出なかったり、もしかしたら装置自体に不具合が出る可能性があるので単純な置き換えはおすすめしません。次はこちらの広告画像です。画像を見る限りだとヒートシンクか何かかと思ったのですが、商品ページを見てみるとインダクターであることが分かりました。こちらが実際に届いたものです。実物見てみるとかなりでかくて重いですね。こちらのインダクターのスペックですが255μH、電流は 11.5A 定格となっています。かなりの大電流インダクターです。通常のインダクターですとこのように断面が丸い導線を使いますが、こちらは断面が四角い平角線を使っています。これが平角線です。よく考えてみると大電流が流れるので放熱が大事です。平角線を使ってこのデザインにすることで表面積が広くできます。結果として空気の対流で効率よく冷却ができるということです。一番最初に広告画像を見た時にヒートシンクかと思ったのですが、実は意識してヒートシンクのような形にしていますね、この製品は。あとは断面が円の導線より平角線の方が表皮効果的に少し有利な気がしますね。ちなみに平角線自体は電動機の巻き線なんかにも使われています。固定子の巻き線をスロットの中に入れていくわけですが、平角線ですとスロットの断面積を無駄にせずに巻き線を巻けるからです。ちなみにこのインダクターの用途ですが、力率保証回路用のチョークインダクターです。こちらのインダクター、大電流が流れるので放熱は重要です。ですのでこのような放熱形状を取ったインダクターというのは良い選択肢かと思います。次はこちらの広告です。何か放熱関連のものかと思いましたが、どうやらペルチ素子を使った発電モジュールのようです。この製品はヒートシンクがついているのでフラットな面に熱を与えて冷却フィンで放熱するものです。これが実際に届いた商品です。ヒートシンクがあって、その間にペルチェ素子がサンドイッチされています。ペルチェ素子はペルチェ効果を使った半導体です。直流電流を流すと一方が急熱して温度が低くなります。もう一方は発熱して温度が高くなります。実際には熱の移動をしています。逆にこのペルチェ素子の両面に温度差を与えると発電もできます。これはゼーベック効果によるものです。発電実験をしてみます。ペルチェ素子両面の温度が同じ場合電圧は出ていません。次に片方の面をこちらのヒーターで加熱してみます。そうすると、はい、このように電圧が高くなってきました。グラフで見てみましょう。こんな感じですね。電圧はどんどん上がっています。今これで発電している状態です。ただこの状態を続けていると発電の電圧はどんどん低くなっていきます。これは両面の温度が平行状態に近づくためです。例えば平行状態を崩すために風を当ててみます。そうするとこちらの電圧どうなるかよく見ててください。このように温度差が大きくなるので電圧は高くなってきます。ペルチェ素子を発電機としても使えるのですが、このように出力する電圧が非常に低いです。 0.3V とか 0.4V くらいです。ですので使用できる箇所は非常に限定的です。 IoT とか、あとは微弱な消費電力で動作する装置など、そういった用途にしかペルチェ素子の発電機は使えません。逆にこちらのペルチェ素子を熱源として使うこともできます。今このように電源を接続していますが、冷却フィンの方が冷たくてこちらの平面の方が暖かくなっていますね。サーモグラフィーで見るとこんな感じです。ちなみにペルチェ素子ですが、流す電流の方向を変えると熱の方向も変わります。こちらのヒートシンクの方が暖かくなってベースプレートの方が冷えています。サーモグラフィーで見るとこんな感じです。ベースプレートの温度は10度くらいまで下がっていますね。今9度になりました。かなり冷えています。ペルチェ素子は電流を流すだけで熱の交換ができるという特徴を持つ面白い素子です。ただ一つ欠点があって、冷却する場合なんかは効率が悪いという欠点があります。発熱するものをしっかり冷却しようとすると、かなり大型の冷却フィンが必要になってしまいます。次はこちらの広告です。これ何かなって思ったのですが、どうやら RF 関連の商品でした。実際に届いたのがこちらの製品です。これはアンテナと ID 情報を格納するための IC が一体になった製品です。こういった製品ほとんど見たことがないかと思うのですが、日常のうちでかなりお世話になっている人は多いかと思います。どこで皆さんがお世話になったかなんですけども、ここ数年ユニクロのセルフレジで服を購入したことのある人なら全員使ったことがあるかと思います。ユニクロのセルフレジで服を入れるところがあります。非常に便利でして、バーコードをスキャナーで読み込まなくても自動で商品を読み取ってくれるシステムです。そこにこれと同じ原理の製品が使われています。実際には商品のタグにこれが埋め込まれています。製品を少し詳しく見てみます。こちらが表面、裏面。裏面は何もありません。表面だけの製品です。こちらの銀色の部分ですが、こちら金属です。アンテナの役割をしています。ここの部分がダイポールアンテナです。で、そしてここの部分ですね。これ何でしょうか？バランですかね。バランはバランスを取るための回路です。私は原理はよくわかっていません。有識者の人はコメント欄にお願いします。いいねマークつけさせてもらいます。で、そしてアンテナとバランを通った後に、この部分に IC が入っています。で、その IC の中に商品ごとの固有 ID が入っています。ですので、セルフレジでまとめて入れても商品情報を無線で取得できるわけです。ちなみにこれらの製品をディジキーで購入すると1万枚の時単価は20円程度です。ユニクロの場合は RFID トランスポンダーを年間で数億枚入手する購買力はあるはずです。ですので単価はさらに安いのではないかと予想しています。次はこちらの広告です。最初見た時フィルムキャパシターかと思ったのですが、よく見てみると抵抗でした。こちらにフィルムキャパシター、バリスター、そして今回購入した抵抗を並べてみました。見た目からどの部品がどれかというのを判断するのはなかなか難しいです。そして今回購入した抵抗ですが、特徴としてはサージ電圧帯量が高く無誘導となっています。無誘導というのはインダクタンス成分を極限まで小さくする巻き方です。抵抗自体も中身を見てみると誘導巻きと無誘導巻きがあります。この抵抗自体がインダクタンス成分を持たないため中身の構造が工夫工夫されています。そして最後、こちらの広告です。あまり見かけない形の部品ですが、抵抗でした。こちらが実際に届いた部品です。部品の名前ですが、円筒型チップ固定抵抗器です。メルフ抵抗とかよく言われています。こちらのメルフ抵抗ですが、よくある足付きの抵抗器のリード線の代わりにメッキされたキャップを取り付けた構造です。ちょっとチップ抵抗器も並べてみました。こちらのメルフ抵抗ですが、円筒型なので実装方向の制限がありません。こちらの電極部分全周が金属で覆われているので、振動に対する耐性も高く、放熱の点でも有利といった特徴があるそうです。調べてみたところ、信頼性が要求される車載機器とかでよく使われる事例があるそうです。過去にいくつかインバーターを分解していますが、インバーターの内部の制御回路ではこういった抵抗を使われている事例は見たことはありませんでした。車載機器の中でももう少し別のところで使われるということでしょうか。使用例知ってる方いましたらコメント欄にお願いします。はい。というわけで、ディジキーの広告に出ている部品を実際に買ってみました。普段結構ですね、広告流して見てることが多いかと思うんですけども、よく見てみると面白い部品であったり、何に使うのか想定もできないような部品が載っています。見てみると結構面白いです。というわけで、今日のスポンサーのディジキーの紹介です。どうぞ。ディジキー日本語チャンネルにある DC-DC コンバーターの動画、もう皆さん見ましたか？こちらの動画、原理実践トラブル編の3部作です。動画の本数はなんと合計で27本ありまして、 DC-DC コンバーターについての詳細な講座になっています。この動画を作成している講師の方なんですけども、電源レジェンドと呼ばれる方です。これまで培ってきた電源に関する知識を惜しげもなく公開しています。教科書には書いていないような現場の知識が多数あって、内容も多岐にわたるので、新人エンジニアや社内研修にも活用されています。たまに動画の中にある講師の失敗談なんかもかなり参考になるかと思ってます。 DC-DC コンバーターについて詳しくなりたい方、動画の概要欄にリンクありますので、そちらからぜひ見てください。それでは最後になりますが、もしこの動画が役に立ちましたらコメント、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。一見の公式 LINE もやっています。そこでしか出さない情報や一見が販売している製品のセール情報なんかも出しています。ぜひ友達になってもらえると嬉しいです。それでは最後まで動画のご視聴ありがとうございました。動画の最後になりますが、一見チャンネルを企業の PR に活用するのはいかがでしょうか。一見では製品の宣伝、工場見学、アウトリーチ活動、人材採用への活用など幅広く対応いたします。これ以外にもお気軽にお問い合わせください。動画を作成すればその後は再生され続けて、動画が代わりに営業してくれます。やるなら早くをお勧めします。実績や詳細は概要欄にあるメールアドレス、ホームページからご連絡ください。それではご連絡お待ちしております。一見が作ったブレッドボード基板や配線済み LED 製品などの電子工作グッズを販売中です。詳しくは概要欄から。